そうですね、あ、まあボールを動かせてる中での、まあ、守備でのちょっともろさが、まあ、3失点につながったんで、まあ、本当にそこは課題だなっていうふうに思います。まあ、試合全体を通してボールを動かせてたんで、まあ、前半の方がよりあの前にあのボールを運べてたかなっていうふうに思うんで、まあ、でもシュートがチーム全体で少なかったんで、もっともっとそのゴール前での崩しだったりとか、そういうゴール前での局面でもうちょっと落ち着いてプレーができましたら、もっとシュートも増えていくと思うんで、まあ、そういった質を上げていきたいなと思います。守備としてボールを動かしている中でも、まあ、ディフェンスの選手がリスクがないようなポジショニングだったりとか、そういったところを取らなきゃいけないところをちょっとそういったところを怠った瞬間にやられてしまったので、まあ、そういったところが本当に特にスピードのあるあのスウェーデンの選手だったりは逃さずに来て、まあ、失点につながるので、まあ、そういったところは本当に修正していかなきゃいけないし課題だなっていう。若い選手だったり、まあ、新しく入ってきた選手もあの思い切って積極的にチャレンジしてくれるので、まあ、もちろん話をしながらそういう選手が思い切りできるようなあの声かけだったりとか、まあ、そういうのは意識はしますけど、でも本当に若手の選手が積極的にあのチャレンジしてくれるので、はい、あのチャレンジしてくれてます。